何してもよいから間に合わせろ。いいな？何でもいいから急げ。何でもいいから急げ。何でもいいから急げ。何でもいいから、何でもいいから急げ。中古のプレハブでもいいぞ。急げ急げ。おかしら、出来やした。適当でもわからんて、いいって。わはは、わはは、わはは、わはは。決まってないし、で、この、休憩所がここですね。この、今回爆発、これ、機能枠350億円の機能枠ですね。その隣のブースの、グリーンワールドっていうブースのこの赤いところの火災発生しているところ、こうトイレ棟が爆発したんですけど、このエリアで休憩所があって、ここが子供たちの休憩所やっていう話で、で、早5月末までに申し込めやって大阪府が言ってて、そんな無理やろって。無理に決まってるじゃないですか。なんか面白いとこ連れてったるからって、適当なおっさんが言ってるとかそういう話ではなくて、遠足にはちゃんと目当て、獲得目標があるんですよ。忙しい学校の先生や校長先生に、そんなことで頭悩まさないでください。間違っているので、結局蓋を開けてみたら、これゴミの処分場ですから、メタンガスはもう向こう数十年発生します。今1日 1.5 トンが発生すると、これは赤さの調べですけども言われています。だからずっとメタンガスが、この場所でも出るし、他でも出るんですね。むちゃくちゃな場所なんです。もうそもそも中止するしかないんです。これからさらに万博協会の情報隠しが注目されてますから明らかになると思いますし、私も力を尽くしていきますけども、やはり根本は万博中止しかない。これを申し上げて終わります。